Alright guys, welcome to Haikyuu to the Top, episode 21. If you'd like to see full uncut and unedited reactions, you can check my Patreon, the link will be down in the description. There's also gonna be early access for those who don't want to wait a long time, so don't hesitate and check the link. And yeah, let's go straight to episode. I'm hyped to see the last, I think, five episodes left, guys. Ikuze. Yeah, he hit the fake spike and tossed to Arana. And Kageyama blocked him. Damn, this animation is really smooth. I like it. Just wait, Tsukishima will show you something. I just know it. Episode 21, Hero. Okay. Damn! How many of spikers were there? Can you guys see? 1, 2, 3! Like, damn. It's making me dizzy. Like, who is gonna spike the ball? And I don't think he's gonna stop him yet. Hinata trying. スパイクが打たれる瞬間ってのはスパイカー対ブロッカーの1対1じゃない。1対6必ず戦いようはある。もちろん基本にのっとって止めに行きます。僕がいきなり全国トップのミドルブロッカーに勝てるわけもないですけど。 でも1対6 Yeah, that's just gonna help him. でも1対6 そうですね。 What's the score? Oh, they're winning by 2 points. バレーは点を取られて当然の競技。失点をなくすなんて不可能。どんな攻撃も 完全攻略なんてね。でも、この砂のターン打ちに関しては、打てば打つほど有利になっていくのは、ツッキーたちの方だな。こいつ、意図的にずっとクロスだけ塞いできたのか。毎回気持ちよく打たせてくれてありがとう。どうも。思った通り打ってくれて、ありがとうございます。意図的。木下! Damn. 10点取ってこい! Okay. Let's see. No nice service. 28本目. And now you're gonna score for real. 相手の音も味方の音も感覚は全部 He's locked on that. Oh. No way. He got it. Damn. Okay, I didn't expect it. I thought that he would at least get like 2 or 3 points, but I guess not. <笑>強烈な1年を見て、すげーって興奮して、でも自分とは違う人種だしって思って、自力でヒーローになった山口、田中、いざって時駆り出されて、きっちり仕事した縁の下、成田、西野屋や影山みたいになれなくても、俺もどっかで、 何か劇的な活躍ができるんじゃないかって一瞬だけでもヒーローになれるんじゃないかって勘違いしてたんだな。すんません、木下さん、ナイスサーブです。いいとこ狙えてたぞ。おい、お前がここぞってところでかっこよく決めるチャンスは別に今日で終わりってわけじゃねえんだからな。はい、でも3年生は今日で終わりかもしれないのに、 なのに俺は 何もやってない。
Damn. That made me a little too emotional. Oh, lucky! But I don't think he wanted to hit the... I just can't imagine Nishinoya being introvert. Hello! お邪魔してます。2回見たけど、2回でも違うビジョン連れてた。He's different breed. ミア・アツムのサーブの時、足が床に張り付いて、なんか懐かしい気がしたんす。怖いって思う。Oh. でも、じいちゃんが言ったんすよ。怖がるのはもったいねえって。Oh my god.うまいから食ってみろ。食わず嫌いしてたものをやっぱり嫌いだって確認すること。敵意には理由があること。足がつかない。自転車に乗れたらどこまで行けるのか分からずじまいはもったいねえのさ。それでも怖かったらどうするの。そんなの決まってんだろ。助けてもらう。 Have someone help you. Four of them in the back line. But he's still gonna aim for Nishina. I just know it. Come on, come on. Nishinoya, さ、わざわざ苦手なオーバーやんなくてもアンダーで捌けないこともないんじゃないの？俺もアンダーで全部取れるならそれでいいと思ったし、できると思ってたんだよ。でも。もっと上がいる。選択肢が増えるって分かっててやんないなんてつまんねえ。 This was called 前。ナイス。ナイス、スティーブ。 And シンクロ攻撃。That's what I like to see. He's gonna point at Kinoshita. Oh! Damn! Oh my god!This is making me way too happy. I can't even drink properly. Like, damn. Aran. Okay. Some backstory for Aran. Osamu no... Oh! Atsumu wa Atsumu ka? Atsumu wa hen yaro. Kakkoyo sugiru! Nande ya ne? Yeah, I can't even tell them apart. Like, look at them. Yeah, this is the... gray-haired one, right? I'm still having trouble telling them apart by their name. Dear 兄弟, その名前が有名になってくるより前から俺は双子を知っとった。ツムアホやな。セッターは一番上手いやつがやるクールなポジションなんやで。じゃあサム、セッターがええの？いや、スパイク打ちたい。おー、ナイスキーや、すごいな。なんや、むっちゃうまく打てたな。おっちゃんが打たしたる。So he saw that the teacher tossed up the ball perfectly. Setta, かっこいい。
いな。うん、双子は上手いよりか強い感じで闘争心が人一倍旺盛。オサム、セッターやってみ。セッターは一番上手いやつがやるポジションやし、しゃあないな。くんな。オサムもアズムも負けず嫌いやったけど、アズムの方は負けず嫌いで収まらない何かがあるような気がした。じゃあ今日セッターに集む。あ、すぐ知っとるか。いろんなポジションやった方がうまくなんねんで。黙って悔しがれ、クソサム。アズムは見るたびセットの腕を上げてった。特にオサムとのコンビは絶品で。俺今日めっちゃ調子良かったん。ボールが手に収まる感じ、離れる感じ、感触でブロックもよく見えた。俺のセットに不満あった？いや、別に。じゃあなんで決められへんの？ Damn。 なんやねんあいつ。うまいし、しゃあないやん。調子乗ってんねんて。我慢や我慢。ツム、嫌われとるで。で？で？俺は絶対お前みたいにならんと決めた。人に優しく生きるんや。ちっこい頃から知っとる双子やったけど、アツムは時々怖いと思った。 How？ 他人に、仲間に嫌われるってしんどいやんか。おさむ、今日はあかんかったな。どんまい。俺らみんな下手くせや。せやから練習するんやろ。あつ、このポンコツ。あのセッティングでスパイク決められんポンコツは、さっさとポジション開けえや。ダーン。オサムが一番身に染みてんねやから。トゥラニコペイク。ポンコツにポンコツ言うて何が悪いや。せっかくポンコツ野郎に言われてないんちゃぽや。いや、兄弟の喧嘩や。バレー部名物双子乱闘や。So, we won? ウィレやるか。やる。多分アツムの一番恵まれとる点は、体格よりいろんな能力より、バッハムなんやと思う。ブラザー、いや、どんなに他人が追いつけへんスピードで突っ走ったって、互いが互いに絶対追いついてくる。それに苛立つこともあるんやろうけど。奴らはきっと基礎だけ強くなっていく。ユースとはやりよるな、ツム。悔しがれ、サム。悔しいわ、アホ。ツムは頑張っとるからな。なんやねん、自分が頑張ってないとでも言うんちゃうやろな。多分頑張ってるプラスちょっとおかしいやつが呼ばれたんちゃうかなと思う。あ？俺とお前実力は変わらんけど。いや、俺の方が上手いに決まってる。一通り聞けや。ツムの方が俺よりちょびっとだけバレーボール愛しとるからな。山口。伸びる。Nice one. Damn. But chance ball. Okay. How low did he go?Even the coach is clapping. 会場のどのくらいが気づいただろうか。普通ならアンダーでレフトに高く上げるのか。これがユースのセッターか。Damn. Okay, guys. He might be better setter than Kagema. He just might. セットするんが仕事やで。適切な位置にボールをセッティングするんや。アンダーは腕2本。オーバーは指10本。よりいっぱいのもんで支えたんねん。
セッターやもん。 That's fire. セッターの鏡だね。おや。おや。俺には無理だからね。Of course. スピードも、あんな低い体勢で体を安定させる筋力も、さらにそこからドンピシャでセットする技術もないからね。できない理由を饒舌に語るない。俺もここに来れてよかった。 And that's it guys. Haikyuu to the Top episode 21. If you like my reaction, then don't forget to press that like and subscribe button. And if you'd like to see full uncut and unedited reactions before they are uploaded to YouTube, you can check my Patreon. The link will be down in the description. And see you guys in the next episode. Mata ne.